ダニエルの預言。主よ恐るべき偉大な神よ、主を愛しその戒めに従う者には契約を守って慈しみを施される神よ、私たちは罪を犯し悪行を重ね背き逆らってあなたの戒めと裁きから離れ去りました。あなたのしもべである預言者たちが、皆によって私たちの王、指導者、父祖、そして地の民のすべてに語ったのに、それに聞き従いませんでした。主よ、あなたは正しくいます。私たちユダの者、エルサレムの住民、すなわちあなたに背いた罪のために全世界に散らされて、遠くにまた近くに住むイスラエルの民すべてが、今日のように恥をこむっているのは当然なのです。主よ、恥をこむるのは私たちであり、その王、指導者、父祖なのです。あなたに対して罪を犯したのですから、憐れみと許しは主である神のもの。私たちは神に背きました。あなたのしもべである預言者たちを通して与えられた律法に従って歩むようにという主なる神の声に聞き従いませんでした。神の御言葉。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。神よ、深い淵からあなたに叫び、嘆き祈る私の声を聞いてください。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。あなたが悪に目を留められるなら、誰が見舞いに立てよう。しかしあなたの許しのために、人はあなたを恐れ尊ぶ。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。主よ、あなたの言葉は霊であり命です。あなたは永遠の命の言葉を持っておられる。ルカによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに
hakario yo kuste, hutokoro ni irete moraeru. Hanata gata wa jibu no hakaru, hakari de, hakari kaesareru kara diaru. Shu no mikotoba, Kristo ni sanbi. Thank you.